ニューエデンニュース。あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。おはようございます。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは、イノシシ出没のニュースです。今朝、森林街道の村に野生のイノシシが出没。村は一時混乱に陥りました。住民は外出自粛を余儀なくされていましたが、つい先ほど無事イノシシの捕獲に成功したそうです。猟友会やギルドで依頼を受けた人々が速やかにイノシシを捕獲したことで、今回の件による怪我人や周辺被害はありませんでした。イノシシを捕獲した猟友会とギルドの人々の提案により、村ではこの後、こちらのイノシシ肉が振る舞われるそうです。これまでジビエに馴染みのなかった方も、この機会にデビューしてみてはいかがでしょう。私もぜひ、新鮮なジビエを味わってみたいものです。次に、ニューエデントピックスです。港町ゴートウルフにあります冒険者ギルド近くに、本日、新たなパフェ屋がオープンしました。こちらのお店はオープン前から学生の間で話題となっており、注目を集めております。早速、店に訪れたお客さんに話を伺ったところ。内装もパフェも超可愛い！映えること間違いなし！と、かなり好評のようです。もちろん、見た目だけでなく、味にもこだわっているとのこと。中でもバフォメットさんにご提供いただいたヤギのミルクで作ったアイスクリームが絶品だそうです。好きなフルーツや飾りを選んでトッピングできるそうで、パフェの名にふさわしいパーフェクトなスイーツをあなたの手で仕上げてみませんか？今なら開店記念で1週間、様々なトッピングが無料で注文できるとのことです。ギルド以来の息抜きに寄ってみるのもいいですね。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報です。現在、オアシスの町周辺の砂漠地帯で馬車が数台立ち往生しているとのことです。この後すぐ救出作業に入りますため、遺跡の村からオアシスの町へと抜ける道路沿いで一部通行規制を行います。これにより今後3時間ほど渋滞の可能性がございます。皆様にはご理解とご協力をお願いします。また、交通整備がされていない場所への侵入は危険を伴います。砂漠に限らず、慣れない土地では特に十分な対策をお願いします。今回の件を踏まえ、砂漠の道路整備を進める案が出ているとのこと。整備が進めば、砂漠での遭難者も減少し、交通の便も改善されると予想されます。一方、砂漠地帯の開拓は現実的ではないとの声も上がっており、具体的な動きはまだ決まっておりません。続きまして、工事完了のお知らせです。王都ラプラスにてアーリマンの襲撃により崩壊しておりました橋の工事ですが、昨晩無事に修復作業が完了しました。現在すでに通行可能となっております。ボランティアの協力もあり、予定より5日ほど早く作業が進んだとのこと。改めましてご協力ありがとうございます。他地域での目立った渋滞や混雑はございません。以上、交通情報でした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。ここ最近続いておりました曇り空から一転、明日は天気の崩れはなさそうです。ニューエデン全域で晴れが続くでしょう。湖畔の町ではこの時期、鳥の水浴びが見られそうです。バードウォッチング日和ですので、ぜひ覗いてみませんか？南部では昼間に限り日差しが強くなります。農作業など
長時間の屋外活動時には帽子などの対策をおすすめします。また各地平年に比べ高い気温となりますが、それに伴い常冬の村では雪解けによる雪崩が危険視されています。むやみに山沿いへと近づかないようくれぐれもご注意ください。以上、天気予報でした。続いては CM です。最近うっかり道に迷っちゃって、地図を読むのも苦手なのよね。そんなあなたも安心、このマジカルコンパスがあればもう遠出だって怖くない。腕時計みたいね、なんだかおしゃれ。こちらの商品2つワンセットになってまして、針がお互いのコンパスを指すようになっているんです。自宅に1つ置いておけば迷子になっても安心。でも距離には限りがあるんでしょ。こちらは魔道具ですので、ニューエデン全域程度でしたら問題ございません。大変人気の商品で数には限りがございます。マジカルコンパスが手に入れられるのはミルドットだけ。以上、ここまではニューエデンニュース。提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。